今日じっくりメンソをねリーディングしたらの強さなどが顔に出てしまっていると思います。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。嵐の感想学動画が好調でしたので、他のジャニーズグループの感想学リクエストがワンサが来るようになってしまいました。まあ依頼をたくさんもらえるのはありがたいことですよね。本日はスマップをするのですが、ただグループで来るとリーディングしないといけない人数が多くなりますので、台本書く時間が半端なくかかってしまいます。で、中には聞いたことのない新しいジャニーズグループのリクエストも来てるんですが、まず有名なのからやらせてください。再生数のこともありますしね。そしてさすがに動画1本で合計6名は集中力が持たないので、スマップは前編と後編で分けさせてください。6名なのは脱退した森さんを含んでいますので、それだとまだ一人一人きっちりと宣伝ができると思います。人物でチャプター分けしてありますので、お好きな項目まで動画をスキップさせてくださいね。それでは本日の項目です。項目1、スマップについて。項目2、中居正広さんはどんな人か。項目3、中居正広さんを感想枠で見る。項目4、木村拓哉さんはどんな人か。項目5、木村拓哉さんを感想枠で見る。の5項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、スマップについてです。まずは基本情報からですね。スマップは日本の元男性アイドルグループです。1988年にジャニーズジュニア6名から結成され、1991年に CD デビュー、2016年12月31日をもって解散しました。活動は28年間に及び国民的グループと称されました。芸能事務所はジャニーズ事務所、レコード会社はビクターエンターテイメント、グループ名は当時事務所社長だったジャニー北川さんの命名によるものです。スポーツ・ミュージック・アセンブル・ピープルの略であり、スポーツと音楽の融合、スポーツと音楽をするために集められた人々という意味が込められています。ただし、諸星和美さんによりますと、それは後付けであり、実際は源氏の弟分として源氏メンバーの頭文字から取ったものであると主張しています。山本純一さんもジャニー北川さんに山本さんのあだ名がバンジーではなくパンジーだと勘違いされていたため、スマップになったと述べており、本人から確認の電話がかかってきた旨を述べています。1987年、光源氏のバックで踊るジャニーズジュニア内グループスケートボーイズが結成され、1988年4月にスケートボーイズ12名の中から中居正広さん、木村拓哉さん、稲垣吾郎さん、森且行さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さんの6人が選抜され、スマップが結成されました。ジャニーズ事務所は日系2世の創業者ジャニー北川さんの意向で舞台芸術の方面に力を入れており、非日常な舞台を演出提供するアイドルタレントが多かったのです。光源氏はこのアイドル主義の頂点を極め、この年の第30回日本レコード大賞を受賞しました。スマップもこの路線を受け継ぎ、華やかな衣装でステージに立ちました。しかし、この頃、1980年頃から始まっていましたアイドルの大衆化が極限まで推し進められ、自我を抑制して与えられた役割を演ずる光源氏的な仕立てられたアイドルは限界を迎えていました。光源氏も1990年代に入ってから人気が降下し始めました。スマップは結成後3年を経て、1991年9月9日シングル Can't Stop Loving でメジャーデビューを果たしますが、オリコン週間チャートでは2位止まりで、セールスはデビューシングルとしては事務所始まって以来最低の15万枚で、地方でのコンサートでは客もまばらでした。アイドル業界全体が下火になる中で、音楽番組も次々と打ち切られ、事務所もスマップの売り出し方について確たる方針を定められないでいました。この状況を打開したのが当時事務所の事務職員だった飯島道さんでした。飯島さんはスマップのマネージャーに志願すると、それまで事務所が距離を取っていたバラエティ路線にスマップを積極的に売り込んでいき、1992年に始まった夢がもりもりでは、アイドルとしては例がない本格的なコントに挑戦しました。それまでにもタロキントリオなどコントをしていたタレントもいましたが、スマップはアイドルであることを言い訳にせず、本職のお笑い芸人顔負けの本気で笑われる対象に徹しました。くしくもお笑い界からは踊る芸人として吉本印天然素材がスマップデビューと前後して結成されるなど、漫才ブームの余波でお笑い芸人がアイドル的人気を得る状況が起きていました。一方でフジテレビの元プロデューサーで渡辺エンターテインメント会長の吉田正樹さんは自身のツイッターで、スマップを初めてバラエティで推薦されたのは、今はない青山劇場の楽屋ジャニーさんに呼ばれて
見たセイントセイヤ。そこにはメリーさんと泉ピン子さんがいて、彼らの未来を話された。1991年8月のことだ。だからメリーさんの熱い気持ちからフジテレビのプロジェクトが始まったことは間違いないと綴っています。ちなみにスマップ55や記事においてフジテレビのプロデューサーであった新井明弘さんによりますと、夢がもりもりにスマップがレギュラー出演するようになったのはジャニーさんに頼まれたからだと明言しています。90年代はアイドルにとって厳しい時代だったと言われていますが、スマップはドラマにバラエティに積極的に進出して確固たる地位を築き始めます。1996年からフジテレビ系スマップスマップが放送開始、バラエティ企画と音楽ショーの2部構成をフォーマットすることにより、身近な親しみやすさとスター性等を併せ持つ存在であることが分かりやすく示されましたが、この年の5月、森さんがオートレース選手への転身に伴いスマップを脱退、同時にジャニーズ事務所も退所し芸能界を引退しました。以降解散まで20年間は5人で活動します。1998年、菅氏香夫さんが作詞を提供した夜空の向こうが自身初のミリオンヒットを記録。この曲はメンバーと同世代、ロストジェネレーションの社会人の心情を代弁したものと評されています。この曲が手表に合致してヒットしたことにより、1990年代末にはスマップは全世代の支持を受けることになりました。2000年、ライオンハートが2度目のミリオンヒットを記録しました。12月5日に木村さんが結婚、グループでは初、かつ解散まで唯一の既婚者となりました。2001年デビュー10周年を記念してコンサートツアーを実施。しかし同年8月に稲垣さんが不祥事により芸能活動を自粛。以降稲垣さんが復帰する2002年1月までコンサートツアーを含め4人のみで活動することになります。2003年の世界に一つだけの花は豊かな個性の喜びを歌った歌詞で、草薙さん主演ドラマ僕の生きる道の主題歌に起用されました。急遽シングルカットした CD の売り上げはダブルミリオン、解散時にはトリプルミリオンの最大のヒットを記録します。同年の第54回 NHK 紅白歌合戦ではグループとしては史上初めて大トリを務めました。2008年日本人アーティストでは当時史上最長の東京ドーム6日間公演を行いました。2009年4月23日の草薙さんの不祥事による芸能活動の自粛により約1ヶ月間4人のみでの活動となりました。2010年9月、日本人史上初となる公演観客動員数1000万人突破を達成。同年から4年連続で紅白歌合戦の大トリを務めます。デビュー25周年を迎えた2016年、マネージャーの飯島光さんと事務所のオーナーのメリー北川さんとの間で確執が発生、一時はスマップが分裂する危機に陥ります。この時は飯島さんが単身で芸能界を去ることで決着がつきましたが、8月13日の深夜にファックスで解散が発表されました。解散の具体的な理由はメンバーの口からは語られず、特別番組や25周年の公演や解散発表に伴う記者会見などは行われていませんでした。5人での最後の仕事は2016年12月26日のスマップスマップ最終回で、12月31日付で解散しました。はい、ここまで端折りながら部分部分を紹介してきました。それでは次の項目です。項目2、中居正広さんはどんな人かです。感想枠で見ていく順番はウィキペディアで紹介されている順番になります。実はスマップのリクエストは以前からたくさん来ていましたが、中居さんが病気で休業されていたため動画にするのをストップしていましたが、最近復帰されたので感想枠動画を作ることにしました。また中居さんは復帰後の顔や表情も見てほしいとのリクエストが届きましたので、中居さんはその部分も見ていきます。ですから本日は2名、後半動画で4名という割り振りにしたいと考えています。まずは軽めに中居くんの情報を見ていきましょう。中居正広さんは1972年生まれの日本の男性タレント、司会者、俳優、歌手です。神奈川県藤沢市出身、愛称は中居くんで、芸能事務所のんびり中居代表取締役社長です。1987年3月ジャニーズ事務所に入所、その後ジャニーズジュニア内グループスケートボーイズのメンバーを経て、1988年4月に結成された男性グループスマップのメンバーとなりました。グループの中では最年長でリーダーを務めました。1994年4月フジテレビの昼番組笑っていいとものレギュラーとなり、2014年3月31日の番組終了まで20年間出演されました。1995年1月味一問目において連続ドラマ初出演、1997年の第48回 NHK 紅白歌合戦において白組司会に抜擢され、25歳での白組司会は番組最年少記録となりました。その後も通算6回にわたって司会を担当、2007年の第58回 NHK 紅白歌合戦において赤組司会を担当、
男性による赤組司会は51年ぶりであり、NHK アナウンサー以外で男性による赤組司会及び紅白両方の司会を務めた初の人物となりました。2013年6月第3回ワールドベースボールクラシックにおいて日本野球機構により日本プロ野球史上初の公認サポーターである侍ジャパン公認サポーターに就任。2015年6月上旬に喉の腫瘍手術を行いました。2016年12月31日をもって SMAP が解散となったことに伴いソロタレントになります。2017年1月中旬肝炎のために入院し10日間ほどで退院しました。2020年2月21日に記者会見を開き3月31日をもってジャニーズ事務所を退所し4月から個人事務所株式会社のんびりな会に所属し同事務所の代表取締役社長に就任することを発表。同事務所は父の命日となる2月19日に設立しています。2022年7月14日急性虫垂炎のため入院手術を受けました。7月16日に12年連続で総合司会を務める予定だった音楽の日 2022TBS への出演は取りやめとなります。7月18日退院を報告しました。10月体調不良のため1日8日の中居正広のキャスター中居、14日の中居正広の金曜日のスマイルたちへ2時間スペシャルを欠席。10月15日キャスター中居で3週間ぶりに復帰しましたが11月4日体調不良のため1ヶ月ほど活動を休止し休養することを発表。12月2日年内の静養宣言を発表します。2023年1月14日放送のキャスター中居及び中居正広オン&オンエアで本格的に仕事復帰しました。とにかく復活してくれてよかったですね。それでは次の項目です。項目3、中居正広さんを感想枠で見るです。では感想枠で見る前の注意点だけ先にさらっと話しておきますね。僕は本日のお二人に会ったこともありませんし実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割ぐらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので通常感想枠と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。情報先入観はなしでできる限りフラットで見るように努めます。では僕はワイプに移動します。僕がまず復帰前の中居くんの写真で選んだのがこの画像です。潜在写真などと違って普段の表情が見れる写真が最もベストです。無論勘違いする人もいてるので先に言っておきますがこの1枚だけでリーディングしているのではなく動画を作る際には有名人ならネットに落ちている写真最低100枚くらいには目を通しています。まず顔型から見ていきましょう。中居くんは分かりやすい長方形の顔型でございます。リーダーなんですが我が我がタイプではなくみんなの調和を考える最高のキャプテンでございます。金運と仕事運はバッチリ。本来とチームでなくてソロでも余裕で成功が見込めるでしょう。期待も吉。明るくバカっぽいキャラも演じれますがものすごく物事をよく考えて動くタイプで写真によってはそれがよく出ている陰道に検診門が入っている画像もあります。わからない人は勘やアドリブで動いているように感じるかもしれませんが実はその中身はよく練られた戦略があるのではないでしょうか。ハイギアはこれまた中居くんとぴったりの層で優しく穏やかで明るく少しエロいという宣伝で合っているのではないでしょうか。眉と眉の間は少しだけマイナスですがこのくらいのネガティブパーツは中居くんくらい他の部分が良かったら面相枠でいうところの打ち消しが発生しますから気にしなくてもいいんですよね。電卓も右に同じでございます。眉の形は優しさやお人よしと読むんですがこれは注意が必要でそこを付け込まれたりすることもありますから基地一択読みにはなりません。お金を貸して戻ってこなかったり人を信用しすぎて裏切られることもあります。目は吉凶合わせ持ち。かなり詳細にここをリーディングしますね。目の形自体はいいんですよね。よく物事を考えて進める。先ほどの眉のマイナスを相殺できます。しかし色が少し悪いのと問題は下まぶた面相読みでいうとこの画さんのさらに下ここに注目してもらいたいんですがこの部分面相では類道と言います。この部分がどの写真を見ても中居くんは良くないことが多いんです。この読み取りは様々ではありますが一つには人間のスタミナというものがあります。僕が考えるに中居くんは忙しすぎたり考えすぎたり良質な睡眠が取れていないのではと推測します。案外この類道に関しては面相リーディングの中でも角度が高いんです。というのも元来の性格動向ではなく今現在の状況を表す部位だからです。しかしもし中居くんの体調不良の原因を面相から探せというならば目の白の色とこの類道を選びます。今までの僕の経験則で言いますと目の白目の部分の色の悪さは酒やタバコや薬や食生活、類道の方は睡眠やストレスというものが一番パーセンテージが上がると存じます。
会社名につけたのんびり中井というのは案外中井くんの願望なのかもしれませんね。次に花を見るんですが、いいですね。金運良しです。法令線も悪くないです。ですから様々な病気になっていますが、中井くんの元々の顔のパーツの形から見ますと決して健康運が悪いという部分はないんですよね。人中も普通、口元も悪くないです。総称意味ならば我慢や辛抱、自分が人の代わりになったりできますし、お金を出してあげたりもできますが、逆にこの部分で大きく悩みなどを抱え込んでストレスが溜まったのかもしれませんね。では復帰後の画像も少し見てみましょう。はい、こちらが復帰した番組のスクショ画像になります。まあ当たり前なんですが、ちょっとほっそりされて老け込んだ感じがします。もちろんまだ本調子ではないんでしょう。表情は悪くないんですが、涙動の部分が良くないので、僕は復帰焦りすぎじゃないかなと感じました。あまりに長期間休むと世間にいろいろなことを噂されますから、早期復帰を目指したんでしょうが、僕は思い切って1年くらいの休養を取ってもいいんじゃないかなって気がします。中井くんが見れなくなるのは寂しいですが、今日じっくりメンソをねリーディングしたら、働きすぎ、過労、責任感の強さなどが顔に出てしまっていると思います。今後も末永く頑張ってもらいたいので、体を休ませながら程よく働いてもらいたいですね。応援してます。それでは次の項目です。項目4、木村拓哉さんはどんな人かです。ではこちらも軽めに紹介していきましょう。木村拓哉さんは1972年生まれの日本の歌手俳優です。東京都調布市出身です。ジャニーズ事務所所属、キムタクの愛称で知られ、当人も認めています。本人の知らないうちに親戚が履歴書を送り、1987年11月ジャニーズ事務所に入所し、光源氏のバックについていたジャニーズジュニア内グループスケートボーイズのメンバーとなりました。1988年4月にスケートボーイズから選抜され、男性アイドルグループスマップを結成。1991年9月9日に Can't Stop Loving で CD デビューしました。1992年にその時ハートは盗まれたなどのテレビドラマに出演。1993年にテレビドラマ明日なの白書でヒロインをまっすぐに愛する青年役を好演し、注目を集める存在となりました。1994年にテレビドラマ若者のすべてなどに出演し、俳優として一気にブレイクを果たします。1995年の映画君を忘れないでは、当時のトレードマークだった長髪のままで第二次世界大戦末期の特攻隊員に扮して話題を呼びました。その後、1996年に主演したロングバケーション以降、主演するドラマがどれも高視聴率を記録し、数々のテレビドラマ、映画に出演。フジテレビの看板ドラマ枠である月9放送作品では10作で主演を務め、2017年時点における最多主演記録となっています。2008年までアンガンの好きな男ランキングで15年連続の1位を獲得しました。2016年12月31日をもってスマップが解散し、以降はソロタレントとなります。2020年4月、中居正広さんのジャニーズ事務所退所に伴い、元スマップのメンバーで唯一の同事務所所属アーティスト、タレントとなりました。2020年7月25日、公式サイトにて単独ファンクラブを発足することを発表。名称は C&C です。はい、このくらいでいいですかね。それでは最後の項目です。項目5、木村拓哉さんを感想枠で見るです。はい、ではキムタクを見ていきましょう。彼は僕が大好きなバンド、ガンズファンとして有名ですので忖度してあげたいのですが、そこは無視して、もちろんフラットで見ていきましょう。この画像でいきますかね。顔は少しだけ縦に長いですが、吉相でございます。自分を持っており男性ですから成功は約束されておりますが、一発的な駆け寄りは地道に人生を歩んでいく方が向いています。額は普通で、生え際は分かりやすい M 型ですから、ボス型タイプかつ我が道を行く王道パターンでございます。そして中低のバランスは日本を代表するイケメンだけあって良いですね。案外電卓はちょっと狭めの方がイケメンと言われている人には多いんですよね。眉はロマンチストタイプです。アイデアを出したりするのが得意ですし、かっこいい言葉を言えちゃいます。この顔でそれが口に出せたらどんな女性もイチコロかもしれませんね。次、目に行きましょう。目はすごく吉相ですね。力強く男らしい正義感にあふれた目ですが、ここにも強ポイントがありまして、一回自分で言ったことを引き下げれない意地のようなものがあるんで、そこで周囲の人とトラブルことはあるのではないでしょうか。鼻もいいですね。三根の下の年上から高いのでプライドも高いですが、それでいいんではないでしょうか。鼻中も綺麗です。穴の大きさや向きもよし、金運仕事運も吉と言わざるを得ません。耳は普通、特に気にしなくてもいいでしょう。人中もいいですね。深くてモラルが高いと見ます。法令線は普通、口も吉相寄りで、口数は少なく、本来あまりいらんことは言わない人ですが、プライドの高さが目立ちますから、引き下がれない時は口汚くなる時もありますが、それはよほど切れた時なのでしょう。
顎もその点が目立ちますね。まあキムタクは一般の方の想定に近いのではないかと存じます。誇り高い人間です。しかし芯は通っています。ですが間違った進行などをした場合もそれを押し通す頑固さはありますね。ただだいぶ気質寄りで問題はございません。たまにキムタクを下げるようなコメントをリクエストをもらうんですが、それはやっぱり日本一男前と言われていた人間に対してのやっかみひがみが入っていると思いますね。ストレートに嘘なく宣伝するとすごい良い面相であるのは間違いございません。はい、ということで今日は中井くんとキムタクのスマップ感想学前編をやらせていただきました。後半は4人ですからなかなか大変ですが、うまく台本と編集が進んでいったら来週には公開できると思いますので楽しみにしててください。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもお願いします。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。